鎮命クルルは、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。国民政府の軍人で、越軍の指揮官。後に、復権事変を主導し、中国国民党革命委員会にも参加した。字は新女。父が秀才となった家柄で、最初は、鎮命クルルも学問を志す。十五歳で、高官文字高等小学で学んだ。しかし、 1906年8月、候補陸軍小学第2期で学び、間もなく中国同盟会に加入した。1909年、南京陸軍第4中学に入学した。侵害革命の際には、観光に赴き、革命派の一員として戦った。中華民国成立後は、補定陸軍軍艦学校第1期で学んでいる。 1913年の二次革命にも革命派として参戦したが敗北して日本に亡命する。日本では高校が創始した大森高年炉学校と革命派が創設した西方学校で学習した。1915年に帰国する。同年12月に五国戦争が勃発するとチンメイクルルは五国軍に加わった。1924年。 神明クルルは、越軍第一市参謀長兼第一旅旅長に就任した。翌年2月の第一次統制に参加して、軍港を挙げる。同年6月、劉新官と、楊望民が、中国国民党に背くと、この討伐にも貢献した。7月に、国民政府が成立し、国民革命軍に、改組されると、陳は、李渡る神率いる、第四軍で、 三宝長県第十四市長に就任した。十月の第二次統制にも参戦し、陳慶明軍を総統した。1926年5月、陳明、クルルラの第四軍第十四は北伐に参加する。第四軍は各地で北方政府軍を破る。八月には、ガマサル教で五敗府軍と交戦し、激戦の末にこれを撃破して、 が、勝る場所を占拠した。この時の有毛果敢な戦いぶりから、李、陳羅が率いる、第四軍は、鉄軍と呼ばれる栄誉を得ている。同年10月、陳明クルルは、部下に栄樹指令に任命された。また、その部隊は、第十一軍に拡充されて軍長に昇進した。その後の国民政府内の権力闘争では、陳は、紹介席を支持した。 1928年2月に、甲州政治文化委員、さらに同年12月には、関東省政府主席に就任し、第8祖事軍総指揮陳はタルる党と、軍政総統体制で、関東を統治し始めた。その後も、1930年の中原大戦までは、陳明クルルは引き続き、省を支持し、陳ワタルる党と協力して、反省派を撃破した。また、 この時に、チンメイクルルの部下である、小光最低に、第19素地軍を組織させている。しかし、1931年から始まった、中国共産党討伐において、小解析により動員された第19素地軍は、苦戦に陥って大きく、兵力を損なった。これにより、小の軍事式能力に疑問を抱いた、チンメイクルルは、再現代だと結んで、 反省挙兵を行おうと目論む。しかし、同年9月の満州事変勃発に伴い、各勢力は大同団結に至った。陳明クルルは、慶固英樹司令長官として、第19祖事軍を統率し、上海の防衛を担当した。12月には昭和下野し、1932年元旦に、孫家が行政委員長に就任する。この時、 陳明クルルが行政院副委員長を兼任した。しかし、省の妨害は甚だしく、孫、陳は1月も持たずして辞任した。陳明クルル別陰同年1月28日より、第19祖地軍は、上海で、日本軍との戦闘に入り、3月1日まで33日間激戦を展開したが、力尽きて撤退した。しかし、この時の、 第19素地軍の優先は国内からの賞賛を得るものであり、陳明クルルも稽古英寿司令長官としてその栄誉に預かった。ところが、省は案内を場外に優先させる方針の下で、第19素地軍を引き続き共産党討伐に用いようとする。そのため陳は省に大きな不満を抱いた。この年に、陳は欧州へ視察に赴いている。 1933年5月、帰国したチン、陳明クルルは、リ・バタルフカシラ、繁省解析派や、第19素寺軍指揮官たちと連絡を取り合い、放棄の準備を進めた。そして、同年11月20日、リ・陳らは、復讐に、復建人民政府を創設した。陳は、人民革命政府中央委員権文会委員会、主席。 軍事委員会委員権政治部主任などの職に就いた。また、生産人民党を組織し、その総書記に就任している。しかし、わずか2ヶ月で、省の反撃にあって、福建人民政府は崩壊し、第19祖事軍も解体され、陳は、香港に逃げ込んだ。その後も、陳明クルールは、紹介席の独裁政治を非難する活動を続けた。 1948年元旦に、リ・ワタル・シンが、中国国民党革命委員会を組織すると、陳もこれに参加し、中央執行委員に選出された。中華人民共和国成立後、陳は大陸に泊まって、これに参加した。以後、民側常務委員、中南軍政委員会農林部部長、中南行政委員会副主席。 全国人民代表大会常務委員、全国政治協商会議委員などを歴任した。しかし、1957年10月、反右派運動の中で右派分子と認定されてしまった。1965年5月15日、心臓病により北京にて死去。去年77。ありがとうございます。